さ、まあ、ほぼ一緒、3グラムぐらい。まだこの子は終わってめっちゃ抜けて、抜けるが。まあでも、ここらのとこ抜けるけどね。アングラが来ててね、アングラがすごいっすね。すごいっすね、すごいっすね、本当に。けど、まあ、抜けるというか、伸び方が尋常じゃないですね。ちょっと体の表面に腫瘍ができたから経過って手術したんだけど、はい、1週間経つともう経過った気がすごい早いところです。なんか1ヶ月で1回ぐらいなんかそういうウサギの毛を買ってくるところがあるらしくてね、月に1回買ってもらってるんで、それがないと多分ねひどいことになっちゃうような気がする。まあいいけど、やっぱ鈴木さんに比べるとちょっと薄いかな、ハリケーンがね。まあでも、まあまあいい感じです。はい、まあ結構この子の方が、そうですね、多分気を食べてるからでしょうね。